あの三雲さん、よかったら今日一緒にランチしませんか？いいわよ。本当にいいかね？自分から誘っておいて驚くなんて、相変わらず面白いわね。すんません。でもぶっちゃ嬉しいです。一緒にランチってなんかこう仲が深まった気がするっていうか。そう？まいいけれど、それでどこに食べに行くのかしら？ほいな、案内します。かなめさん、私大人の女性を目指すことにしたんよ。大人の女性？ずいぶんいきなりね。何かあったの？かなめさんを見てて思ったんです。ぶっちゃかっこいいなーって。歌も踊りも完璧で、デスクワークもゴリゴリこなして、それで仕事終わりには猫クラゲで一杯。ウィンダミア人としては私ももう大人なんですけど、なんか違うっていうか憧れるんよ。ありがとう。それじゃあフレイヤが大人の女性になれるように、私もお手伝いしなくちゃ。